最初の競技に入りたいと思います。最初の競技はこちらです。ローション天国でございます。題してローションカーリング。素晴らしい。中学の時こんな夢見たことあるね。今現実に目の前にあるんですよ。ローションのその滑りやすいという特性を最大限に生かした種目でございます。そう、ローションカーリングとはローションを体中に塗った水着美女30人の上を助走をつけてできるだけ長い距離を滑って進むというもの。果たしてどんな写真が撮れるのか。師匠、体に変化を起こさないでくださいね。絶対に結構擦れますんで。私は今でも元気ですから。だから心配なんです。だから人線行くかも分かりません。何かを出すだけはちょっと NG。それじゃあ時の話行かせていただきます。お願いします。なんで頭から。出ました、伝説の AV 男優。やりましたね、マグナム鶴瓶。それではローションカーリング記念すべき第1投目。さあ師匠、いよいよ運命の時がやってまいりました。準備の方はいかがでしょうか。お前の目的は何やねん。ローションカーリングスタート。止まった。ちょっと待って何してんの。気を取り直して2投目。では師匠お願いします。いいよいいよ。何してんの師匠。がっかりですよ。なんだこれ。僕向こうで抱えてますから。構えますから。分かった、向こう。分かった。怒ってるんですか。怒ってんだったらこんな仕事受けへん。ローションカーリング3投目、得意の待つベストアングルまで滑れるか。いくぜ。はい。8メートル超えましたね。9メートルという記録出ました。まさに今走り幅跳びの選手がこう空中でこう飛ぶように履くようにね、はい、いやー今のは素晴らしかったです。いやーさすが師匠、写真の方もいいの撮れましたから。では師匠、次の競技行きましょう。まだローションだらけの大運動会、続いての競技は。さあ続いての競技は人間玉入れ with ローション。イエーイ。俺一人でおかしいやんか。そこですよ、今回僕と対決という形式を取らせてもらいます。最終的にお前やりたかったやん。人間玉入れ水ローションとは、鶴瓶と徳井がそれぞれ玉入れのカゴとなり、2人の履いているパンツに水着美女たちがローションまみれの玉を入れ、その数を競うというもの。あーすごい。時間かかりますよ。ちょっと時間かかります。履いてんのか。履いてたんかよ。履いとるやん。これがこの競技の正式ユニフォームとなっています。鶴瓶 VS 徳井、人間玉入れウィズローションスタート。では人間玉入れウィズローションスタート。こい、何このゲーム。行ってきて。師匠チーム勇気か。師匠チーム後ろ目でございます。ラスト10秒。
ションぬるぬるローションボールが入ってくることによって、はい、いろんなところを摩擦してね、はいはい、最後終了っていう時、はい、延長って言いそうになりました。これ今日何分か何時間か撮ったか知らんけど、はい、全部このフィルム消したいよ。絶対嫌や。いやー楽しかったですね師匠。どうですか、お前のね悪夢に捕まったんだ。何なんですか。でも本当にいい写真撮れましたから、はい、よかったですね師匠。わかりました、それ楽しみしてます。じゃあ最後にね、うん、まあこのローション大運動会の、はいはい、まあ打ち上げと言いますか、パーティーで言いましょうか。じゃあみんな鶴瓶師匠とローションで遊んじゃえ。何これ、全然何これ。